さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年8月の15日17時36分、ホームページ淡井圭介の履歴にさまざまな内容を記載してますけども、かこちゃんや、悠仁くんへのメッセージということで、あと国会議員の方たちなど、令和の前に、キワとそのどちらがいいのかっていう話があったんですけども、時期最終的に今のところ天皇陛下になるのは悠仁君であって、秋篠宮家、春夏秋冬の秋が入っていると、そういう部分もあって、四季があると、そういうところで、キワというような、名称を提案させていただいています。でこれ伝えてなかったら忘れますよね。でそれとホームページで、かこちゃんの動画に、アクセスできるようにしてますけども、そこでね、今もそうなんですけども、もう呪いが僕の方に来てる。で、それ相手に移しちゃダメ。僕は怒って言ってない。で、ある程度僕も人間だから、今までの経緯、恋愛感情お互いにあったっていうのは、それも認めてもらえますよね。かこちゃんの方からキスしてきたんですから。で、これはチーズだから。受け入れてない奴らの方がどうかしてる。で、そこでさまざまなことがあるにしても、僕のホームページに、僕の状況っていうものは、記載しています。で、そこでね、その かこちゃんがその呪い外しをして僕の方に移してきたりするのを、あと過去三宅の人たち全員それやられるから、僕もテレビの電源入れてなかったも、ずっと呪いが僕の方に来たんですよ。で、電波での攻撃かもしれない。で、明け方まで、眠れないというような状況が、続いています。で、これ動画の見方として座って見なかったら、攻撃がされる。で、あとはパソコン開いてる時も僕の方に何か来てますね。で、これね、動画に向かって喋って怒ったりしてる人は多分いると思うんですよ。かこちゃんとかに向かって。で、それで、かこちゃんに呪いとか来てると思うんですよ。で、僕に向かって、怒っているということは、僕の家などの映像を誰か見てる人たちが僕に向かって怒ってものを言ってる可能性がある。で、それに関しては、先にホームページ淡井圭介の履歴、特に他国の人、日本人だったら、僕のホームページに記載してる内容をしっかりと読んでもらったら、状況理解できるはずですから、頭も電波でつなげられてるんだったら、もう論外ですね。もうスポーツ選手は各自基本的に自分の力だけで仕事をしなきゃならないわけですから。仕事じゃないと論外ですね。これでも体だいぶ軽くなりましたね。だからこれ、ね、仕組みよくわからないんですよ。例えば現場でヤジ云々とかで、あるじゃないですか。で、そういう人は体にいろいろ呪いとか来てる状態、震えなど、そういったものあると思うんですけども、そういうものをこちらに移されても困りますし、もともと選手、監督、コーチ、あとは会社の役員とか、そういうふうな形、だから最初から優勝順繰りで、どこが優勝するか決めてたら、こんなに、トラブルは多くはなかったということになりますし、他の動画とかも見てもらったら分かると思うんですけども、スポーツ関係のメッセージとかですよ。そのはっきりとどういうふうな形で現場で、どういうふうな人が、被害を被ってるかっていうところをはっきりすると、違うから髪の毛染めてる人間とかがしっかりと自分の責任、自分のしたことなんだから自分でしっかりと、自分のしたことの責任を持っておきなさいと、ケアするのは君たちの方だよっていうことで、ネックレスしてる人が結局、真面目側の人間の髪の毛も染めてないような人間にデッドボールを与えたりだとか、それはおかしいですから、その辺のところとか、しっかりと勉強していただきたいなということです。で、今日ちょっと髪の毛切りに行ってきました。夏場ということもあって、裁判もありますし、当分髪の毛のこともあんまり気にしなくてもいいかなというところで、ちょっとね、眼鏡が、ずれたりしてますけど、
まあまあ、そういうことです。とりあえずね、まあ、今僕の動画で僕に向かってあれこれ何か喋ったのが無駄だからこっちに聞こえないから、そのままそこでそのままその意見も僕は返したりしますから、で、それは、オリンピック・パラリンピックに関しては僕は承知したんじゃないんですよ。国会議員とかの人たちとか、で、もともとそれはスポーツ庁とか、スポーツ団体の人たちが、選手とかが、もともと東京オリンピックとか誘致してるから、その元を辿っていくと、東京都政六法2006年に、基金を集めるものがあってね、それで、税金を集め始めて、その税金を使って開いたのがオリンピック、東京オリンピックで、日本がお金を出して他国の人たちの宿泊費用から選手村の食事から、何から何まで、交通費まで出して、それで大会開いてるんですよ。だから莫大なお金だから。だからフランスでも、ほんと開催した方が負けなんですよ。あとエネルギーの残存量問題の方向からも考えても、開催したら負け。で、選手の方からも開催されたら負けなんですよ。どういうことかっていうと、もともと、普通の世界大会とかあんまりなかったんですよ。例えば柔道の世界選手権なんかもともとなかった。で、野球もワールドベースボールクラシックは今定着してますけども、昔はなかったんですよ、世界戦が。で、まあ、サッカーのプロ化っていうのも、これももともとはなかったんですよ。僕が高校生ぐらいの頃にプロ化されてるんですよ。で、それで、その FIFA ワールドカップとか、4年に1回とかにしてるのは、これはエネルギーの残存量問題もありますし、選手が今度、国内の試合で国内を飛び回って、さらに代表戦があって、代表戦で招集されて、これも男性も女性も同じです。で、世界中飛び回ってっていうことになると、結婚できなくなってくるんですよ。時間的に、物理的に。暇がなくなってきて。で、そういうことを全て考慮した中での、オリンピックの解散、一番悪い人はオリンピックを利用して金儲けしてた人たちなんですよ。劇はそういうことになります。で、それが元選手だった人たちとかオリンピック関係の、委員とかになったりしてます。で、国会議員の人とかでも、元、アスリートだった人たちとかが、たまに国会議員になったりするんですけども、無理ですね。もうその業界行ってから、性質は全然違うんですよ。あんまりもう国政とかそういうことじゃないんですよ。オリンピックって。完全に娯楽の世界ですから。あとはもう商業原理でいるかいらないかの問題で、ほとんどの種目は必要ないんですよ。で、その方向で動いてもらわなかったら、もうエネルギーの残存量問題があるから、もうこれはこれで無理ですっていうことで、まあ、あとは商業原理で、倒産してもらって、自然と企業合併の方法もありますし、まあ、請求かけるところはしっかり請求かけて、まあ、どのような形になるかわかりませんけども、スポーツ関係のことに関しては、慰謝料みたいな形になるかもしれません。以前もこの話だったんですよ。で、あとは、かこちゃんへの、メッセージなんですけど、あの動画って最近上がってきてる動画、福島県の大雨みたいな形になってますけども、13年前のって、それ東日本大震災のことだったっていうことぐらい分かりますし、それを大雨というような形に嘘に切り替えてるでしょ。で、多分、かこちゃん、アナウンサーとして、何度か仕事したでしょ。で、偽名使ってしまったでしょ。もうその時点で、正当性なくなってきてるんですよ。で、現場とか見に行って、3700人の署名とかも、それも本当かどうかよくわからない。で、どれぐらいの人が住んでるかっていうところもありますし、なんか電車に向かってこう旗振ってましたけども、あれも、上、電線走ってましたっけ？電線走ってないのは、ガソリン車なんですよ。電車じゃないですよ、本当は。中乗ってみたらわかりますよ。すごく臭いですから。排気ガスで。それが、例えると、この間、7月、河川の撮影、日吉ダムや、大野ダムの撮影、そこからの、由良川河川の撮影に行った時の、京都府の北部の方ですね。で、宮津線という、列車です。そちらの方はガソリン車なんですよ。1時間に1本ぐらいです。ほとんどの時間帯が、帰宅とかのああいうような時間帯でも1時間に1本でした。
まあまあ、まあ、それでもあの、まあ、複数の人たちが乗るんだったら、まあ、ガソリン車であったとしてもそちらの方が燃料効率はいいと、まあ、そういうことです。以上です。あんまり、会話が長くなると、なかなか見てくれなかったり、全部は全部覚えれなかったりすると思いますんで、とりあえずね、あの僕がココちゃんの動画を見てこう怒ってるわけじゃない。ただ感情的にいやそれは違うでしょっていうのはこれはどうしても発生してしまう。でそれはそちらに行く。でだから最初からエネルギーの残存量問題込みで、おかしなその整合性が合わないような行動をしないこと、これをしっかりと守ってもらわなきゃならない。でそれは僕の責任じゃないですから、それは皇室とか国会議員たちの責任であって、それは絶対僕じゃない。だからその辺のところで、その多分僕以外の人たちとかがこう画面に向かってあれこれ言っていて、時間軸を超えて、多分カホちゃん聞こえてなかったとしても、こう呪いとか体に来たりしている、それを引き離して僕の方に持ってくる、自分のことを守ってくれる人の方がいいからとか何か言ったことあるでしょ。だからそれが原因になってきてるから、だからそれだったら責任問題になってこないから、それを導入されたら、今度、その仕事をしていた人たちの、その責任とかの追及とか、じゃなくなってくるから、それは他者の人に、回すっていうのは、絶対なしということで、皆さんご了承ください。皆さん、ご協力ご対応のほど、よろしくお願いいたします。今日は、裁判所に一応、まあ、審理についての書面、まあ、攻撃と防御の方法に関するものを一応、まあ、法律の世界で、提出しなければならないことになりますから、一応、まあ作って、提出して、あとは、まあ、時間変更、まあ、どういうふうに対応していただけるかどうかわからないですけども、まあ、日付は同じ日付にしても、その開始する時間朝の10時10分というのはかなり、今の僕の状態では無理があります。明け方まで呪いずっとこっちに持ってこられてるんですよ。これ動画とか見ないでその時間を過ごせって言われたら、これ無理です、精神的にも。すさまじい。別にこれ加古ちゃんとか知るわけじゃないんですけども、どういう設定なのかは僕もわからないですけども、単位が国連なのかどうなのか。だからまあまあ、とにもかくにも9月5日の裁判に関して、まあ、10時10分はちょっと難しいですから、変更してくださいという新しい書類も、提出しました。で、まあ、これも送るかどうかっていうことを聞いてこられて、信濃書記官という人に、送らなかった相手時間変更とかあったりしたらわからないでしょっていうことを、僕からしたらまあまあ言おうかなと思ってんですけども、そこでも言った話長くなるからもう言わずに、まあいろいろ聞いてみたんですけども、その後の裁判があるからとか言ってるんですよ、裁判所ね、裁判官が。その時間帯にはその裁判があるからとか言ってるんですけど、裁判官と書記官一回調べた方がいいかもしれないです、他国の方で。今日も神戸の地方裁判所と簡易裁判所の、あとそれプラス、刑事事件、両方合わせて6件ぐらいでした。この間行った時も1日5件、だから一つの件で、口頭弁論とか何回かあって、でそれが判決とかですから、一月に多分合計しても裁判の件数自体100件ないでしょうね。だからそんなに後の法廷空いてるはずがないのに、その時間帯は埋まってるとか何とか、そういうこと言われたんですよ、その裁判官の人の予定は。で、あとは裁判官が決めることですとか、何かそういうふうなことを、信濃書記官っていう方は言ってこられてたんですけども、まあ、ちょっと変なのは変ですね、フラフラな状態にさせておいて、出廷させようっていう、何かこう、目論みがあるのか、ないのか、なんかよくわからないですね。何も知らないでそういう風になってるだとか、誰かが予定を入れたりとかしてそういう風になってるとか、これは第三者からでも間接的にできます、しようと思えば。だから、いろんな意味でそれは調べてもらわなきゃ、まあ分からないんですけども、だから結構、他の人に
に自分が操作されてるっていうことがなかなか気がつかないじゃないですか。だから僕もあのパターンにはまってますから、かこちゃんのあの動画以前も見たことあるような気がするんですよ。列車に向かってこう旗振ったりしてるの、まこちゃんがしてましたっけ。だからもうその辺の話ごちゃごちゃになってますし、皇室のあのコーンの履歴が消えていったりしてるの知ってます。でそれを再度出してきたのかなというところなんですよ。で、あとはもう僕の気になるところを文章で見てもらったら分かる通り、ドームには感動しましたっていう、それは絶対言っちゃダメなワードです。それ紀子様とか雅子様の頃にも言われてると思うんですよ多分。いや東京ドームとか作って、であれはエアコンの電気代だけで1年間1億以上かかってますと、もうそれ証言出てますから、昔読売ジャイアンツの監督をしてた人から。で、もっとかかってると、1億以上もっとかかってると、エアコン代だけで、エアコン代というか、まあ、電気代ですね、エアコンプラス照明とか。だからそれだけ大量のエネルギーを消費されてるっていうことですから、それを理解した上で、コメントしてもらわなきゃならないから、ドームの話も一切しちゃダメ、作られたら困りますから本当ということで、まあ状況を書いてますけども、それも以前思ってない SD カードのことは言ってるんですよ。それ皆さん情報回ってきてます。あの大臣以上の人とかがの息子さんとか娘さんとかは絶対他国への留学なんか行かせたらダメだと。若いうちから行くと、そこの国の人たちも嘘のフェイクニュースとかを読んで、嘘の人口表記とかを読んで、本当の人口よくわからないまま、あれこれ物事を進めようとして、特にエネルギーの残存量もない分かってない人で簡単に操られますから。パリオリンピックの前も、そういえばマクロンさんが僕と会うって言って、カコちゃんが僕と会うと言って、なぜかマクロン大統領とカコちゃんが会って話してると。でパリオリンピック開かれるでしょ。あれって2019年の前だから東京オリンピックの前の頃でしょ。だからカコちゃんが操られたのか、マクロンさんが操られたのか。マクロンさんも僕と同い年ですから、先輩が上がいるから、まあ若すぎる年齢で大統領になったらなったで、まあなかなか自分の思い通りにならないで、他者に、邪魔されるだとか。であとはもう65歳以上の議員さん、みっともないですね。降りてもらわなかったら、その人たちの頭の中には、エネルギーの残存問題についての行動っていうのが抜けてるから、もう自分が抱えてきた借金、とかで、その返済のことばっかり考えていて、仕事を回して、票を集める。その結果が、エネルギーの残存問題を解決できなくさせる状況ですから。もう70歳以上になってきたら、それはそれで今度もう認知的な能力、人としての技量、もうその辺の部分で、小池さんとかもうヨボヨボにやってる映像見たら分かるわけじゃないですか。小池知事、東京都の71歳で選ばれてましたけども、ああなたああなたで周りの人に利用されますよ。認知能力あんまりないから、実力そのものがないから。でもう自分の年齢的にもしんどかったりしたら、もういいやってなっちゃいますから、その辺のところで、早急に、東京都知事、変更しなかったらダメなのと、あとは各都道府県の知事、もう70歳超えの人結構いますよ。もう65歳超えからもう完全に必要ないですから。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。操られますその人たちが。でその人たちを利用して今度は金稼ぎをしようとする、まあ大体建設業とかなんですけども、先にエネルギーの残存量問題とかをテレビでずっと放送しておくべきだったっていうことですよ、本当の人口と。そしたらもう企業合併しかないっていう答えにたどり着きますから。以上です。